ジョン・ブラウニングは、米国のピアニスト。抑制の効いた優美な演奏様式と、バッハやスカルラッティの洗練された解釈、米国の作曲家、サミュエル・バーバーとの協力関係によって名高い。音楽好きの両親のもとに、コロラド州デンバーに生まれる。5歳からピアノを始め、10歳で、デンバー交響楽団と共演してデビューする。1945年に家族と共に、 カリフォルニア州ロサンジェルスに転居。同地のオクシデンタルカレッジに2年間在籍した後、1950年にジュリアド音楽院に入学。1955年にニューヨーク市レーベントリット国際コンクールに優勝し、1956年にニューヨークフィルハーモニー管弦楽団と共演して、プロのピアニストとしてデビューする。1962年、 リンカーンセンターのコケラをしに、バーバーが自分のために書き下ろしたピアノ競争曲を初演する。1991年にレナード・スラットキン、四季セントルイス交響楽団と共演して再録した同作の CD はグラミー賞を授与された。1993年にはミュージックマスターズレーベルへのバーバーのピアノ曲集の録音により2度目のグラミー賞を獲得している。 ブラウニングは、バンクライバーンら同世代のアメリカ人ビル・トゥ・オーゾと競合関係にあったものの、慌ただしい演奏活動を繰り広げ、一つのシーズンに100回の演奏会をこなすことさえあった。また、現代アメリカ人作曲家の作品に取り組み続けたが、そのメガネにかなった作品はかなり少なかった。1970年代になると、スケジュールを緩めた。 あとに10回したところによると過労で体調を崩していたという。1980年代は活動が停滞気味だったが、1990年代になって復活を果たした。2002年5月に招かれて合衆国際高裁判所で演奏したのが最終公演となった。ありがとうございます。